ーパースター、はい、フィッシングスーパースター。今日はね、このカーでチーニングします。実はね、デコイからね、気になる商品が出たんで、まあ淀川でもちょっと投げてみたんだけど、まだシーズンが入ってなかったんで釣れてなくて、すごくやりやすかって、すごくいいなと思ったのが、このスイッチヘッド。ここはすっごい根掛かりの多いところやから、とりあえず 5g、 軽めのね 5g から始めて、まあ風と流れがすごい速いから手が出えへんねったらまた重いのにするかもしれんけど、この 5g、 今ね、ハイパーミニのシャープ6とシャープ4があるんですけども、ワームによってねすぐこれ変えれるんですよ。まあどんな感じかと、百聞は一見にしかずなのでやってみますけども、最初使うワーム何しようかな。何にしましょうかね。まあ、このスイッチヘッド 5g を出したら、ハイパーミニのシャープ4。このね、オフセットフック。もちろんね、オフセットじゃない針でもセットできます。これを、このね、ワイヤーを、クッとスライドしてあるんです。軽くポンと。だからこうやって出るんですよね。こうやって。隙間が出てくるんで、ここにクッと引っ掛けるだけです。でまたこのねワイヤーを押し込んでいったら、あら簡単、スイッチヘッド、このね上のアイの部分に普通にくぐるだけです。これだけピッと締め出してクッと締めると、余分はカットして、これをカットしたね、この糸くずはしっかりポケットに入れて、釣果の思い出と一緒にお家に持って帰りましょう。ケイリーの芋グラブ、芋の40かな、芋40、エビパターンかハク、ボラの幼魚を食ってるかわからないんで、まあどっちでも対応できそうだという意味で、まずはサーチ様子見でこのケイリーの40をセットします。今の40ね、普通にオフセット出しするだけです。頭がちょっと出してすぐ抜いて、でぐるっとして、このオフセットしてる部分に頭入れた部分を刺してぐっと入れ込むだけです。ちょっと針先をあえて出しておきましょう。さあ早速スタートしました。来ました。おお、案内してくれる塩田さんが早速かけました。おー、でかいんちゃう？見に行きましょう。ええー、なー、キビレ。おー、でっかい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 。大きい大きい。大きいですか？んと言うときました。はい、そうそう、大きいですよ。早速、釣っていただいたんで、テンション爆上がりです。芋で行きます。そう、これどんな感じで食ってきたんですか？ずっと巻きっぱなし？いや、止めます。止めで、はい、どれぐらいのスピードで引くんですか？そこを感じながら。あ、はい、ゴロゴロを感じながらって感じ。はい、あ、はい、で たまに止める。ゆっくりがいいですか？わかりました、はい、ガレガレですね、そこが、はい、沖で食ったんですか？結構沖で食います。沖ですか、
っしゃよ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 っしゃ止めて食いました。おい、すごいすごいすごい、めちゃめちゃおもろいやん。おー強烈やった、ドラグ出えへんわきびった、ういしょ、ありがとう。1投目からですやん。今年キビレツですごい手こずってたからめっちゃ嬉しい。やったやっぱりスイッチヘッド、ええー、ね、すり抜けもよし、使いやすさもよし、でブルーって振って泳ぐからね、ワンも勝手にアクションしてくれるし、すごいいいです。キビレちゃん、いきます。フィッシングスーパースター、キビレちゃん。キビレちゃん、がっつりかかってますね。がっつりマックスです。おお、フッキングハイパーミニ、すげえわ。よし、はい、ありがとう。綺麗な、おおありがとう、きれい、金ピカピンやん。帰っていきます。アクションはこんな感じです。映るかな、そこをズルズルするとこんな感じ。中層引いたらこうやってね、ちょっと泳いでくれるんですよ。キビ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 って、キビ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 って、まるでね、チャターベイトみたいにね、こう泳いでくれるんで、多分中層をちょっと早めに引いても釣れるんじゃないかなと思ってます。引き続き調子に乗って釣りたいと思いますあ、今年ルアーで初めてのキビレア、嬉しい。この釣りではウナギは釣れないんですか？釣れないですか、うん、いつか釣れるんちゃうかな思ってるんですけどね。夜ですよね。あ、いいね、このアクション。ただ引きでもめっちゃミノみたいな泳いでくれんね。中層引いたろ。まあ、ジギボトムつくんでしょうけど。めっちゃミノやないいね。この芋との相性がいいんやろな。まあストレート系のワームやったらこうやって弾けるな。いいね。カニですか？なかなか捕まらんすよ。石がないと難、無理ですよね。
その棒で釣るんですか。いや、出すんです。あ出てくるけどな。嘘、すごっ。足が伸びた自節すごっ釣れますか。思うんですけどね。投げて置いとくだけ。いや、同じように。あ、引っ張るんですか。はい、動かして。カニやりてみたいです。意外とやったことないんですよね。どこどう刺したいですか。このおけずのとこに。あ、ちょんがけです。はい、上に向けて。オフセットが雑誌はまさかしないですよね。しないです、ちょんで。で、投げて引いてくるんですか。はい融合やね、ルアーと餌の。ちょっと針ごっつすぎるかもしれんけど。わいいですね。落とし込みですか。根がかりで切られへんことを祈りますわ。投げんの怖いな。うまいですね。合わせのタイミングとかめっちゃ難しいかもしれない。すごい。バッシー食ってくれんかな。ねえ。うわ、やばい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 。お、あ、食ってた。ゲ。お、当たってる。よっしゃ。よっしゃ、すごいすごい。ほんまに餌ちょろー最高そんな。あ、お、血の後ろ、でかいでかいでかい、後ろ ついてる。ほら、あ、横取りしてる。すごいな、すごい。横取りしに来た。このヘッドを、スイッチヘッドのね、ヘッド、こっちの方がでかかったやん。今スイッチヘッドのヘッド食いに来ましたよ。あ、ここに針もう一個つけとったらダブルキャッチできたのに。やった一発やん、ほんまに。一回根がかりか思ったら、ちょっと大技のとカガンガンって持って行って、うわー当たりやったんやと思って。でもカニ残ってんのちゃうかな思って、そのまま置いとったら、そのまま置いとったらまた当たってギュン持っていきました。ギュンしました。ギュン、このね、ワームの仕掛けそのままでカニつけたら、手長よりもすごい釣れ方しました。もう一匹のチヌが、でっかい方のチヌがこれ食いに来よったな。おるんやね。カニおもろ。よいしょ、滑らんようにね、気をつけて。よいしょ、ありがとう。綺麗な。おっと、元気やね。おっと、うい、グッドラック。あ、めっちゃ綺麗、ありがとう。楽しい。コロダイ大将カニ系やってみます。すごすぎた。生ガニ張り替えなあかんかな。張りでかすぎるかもしれんね。このままいきます。よし、あの横取りしに来たやつ釣れんかな。うん、カニ系クロダイ大将、スイッチヘッド 5g にクロダイ大将っていうセッティングでいきます。
お、当たった。やば、離した。すごい当たり来た。今すごい当たり来たね。離すな。今ね、羽のサイズちょっとやっぱり気になったんで、ハイパーミンのシャープ6ワンサイズ下げました。ちっちゃい針ね。これがこのリグのええとこです。これあのクロダイ大将とマッチングええはずです。だいぶ針のサイズがちっちゃになりました。でワームのボリュームによってね、こうやって針を変えりゃマッチングでベリーグーですわ。昭和すぎやな。リーダーもうちょっと短い方がやりやすいな多分。うわー、風もでも下流から上流に持っていく風やから厄介やなこれ。上流から強い流れが来てて、下流からめっちゃ強い風来とるな。はい、移動してきました。風裏になるとこまで移動してきました。じゃあ行きます。杭があるんでね、多分見えへんとこもいっぱいあるだろうから、その手前をとりあえずやっていきます。離した。合わそうと思った瞬間に離しちゃった。マムズれたかな。マムズれましたね。ちっきしょう。チュンチュンチュンチョンやったな。でも当たりちっちゃいかな。ちっちゃかったと思っとこう。久々に当たった。おっしゃ、よっしゃ、あ、割れた割れた。ひったくっていった。くっそー、やっぱり流れ出したら食い出しましたね。何今の、めっちゃ金色に見えたけど。金色、シルバー、細かったです。何だろう。よっしゃ、あー抜けた。めっさ手前やな。めっちゃ待ったのにな。砂煙上がっとる。いや今のは分かんないです。グンうーんって待ったのに、当たりがカンやったからチヌだと思いますね。ガルプサンドワーム、サンドワームでやってみます。匂いしますわ。針の仕様をね、バーサタイルフックのねシャープ2に変えました。それとフックっていうかオープンフック、やっぱガルプはこっちの方がよろしいですね。お、潮目の蛇行が強なった。チャンスちゃう。この蛇行で釣ってました。そうですね、このなんか寄れてるところですかね。そうやんね、になってるでしょ、うん、潮目みたいな。はい、この蛇行がやっぱり食いますよね、はい、
おお、あ、離した。当たり出しましたね。また流れ出したんやろね。お、よっしゃー。よっしゃー。よっしゃー。止め、追い食い、おかわりしよったね。うい。あ、外れたー。大きかったですけどね。あ、捕らえた。よっしゃ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 、あ、誰これ、君は誰、あ、こっちや。スイッチヘッドでね、こっち、ちっちゃいこっちでした。よし、こっちありがとう。ほいっしょ。